おはようの人も、こんばんはの人も、こんにちは。どうも、レインボー池田です。ハマってます。いやー、ちょっと、まさか僕、イテウォンクラスを、このイテウォンクラスを、ちょっと16話もう1週間もかからずに見てしまいまして、めちゃめちゃハマってるんですよ。ちょっとなんか肌色率、肌色率高いですね。ちょっと今日はですね、僕といえばやっぱりこう、女型、女役やってるよねとか言われること、あと韓国キャラ、ジョルギサラダっていうね、韓国人のキャラクターのチョクジンくんとかやってたりするんですけど、池田、イテウォンクラスにハマったんだろ、何ができるんだ、ドドン、これですよね。イテウォンクラスにハマった池田はさて何をするのか。今回ですね、セロイとイソ両方にチャレンジしたいと思います。はい、もうハマりきった結果こうなりました。今回ですね、僕がやろうと思ってるシーンがですね、こうイソが、まあ、ちょっとすいません、まだ見てないよって方2回トントンって押してください。そしたらスキップでいきますか。イソがこうセロイに気持ちをね、こう伝えるところをね、やりたいと思ってまして、セロイといえばまず髪型だろう、セロイカットね、このこれにある方の協力を得まして、作っていただきました。まずはこちらをご覧ください。すごいすごいなってきました。タックスアライメンだ、すげえ。ウィッグってやっぱちょっと切るのむずいっすか。なんかね、つぎはぎになってるのね。はいはい、そうだから、毛がある場所、毛がある場所が重なって、はい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 、同じようにやると多分ハゲができる。なるほど、地毛も刈り上げました。バクサロイムンドバクサロイムンドできました。パクセロイ、実際パクセロイになれるのかどうか。そしてイソ、ツートンカラーのね、こっちが黒でこっちが金っていうのをウィッグ屋さんとかウィッグのサイトとか探したんですけど、ないんすよ。じゃあ自分で作ればいいじゃないというわけで、いつもね、僕プラスチックとかの紙ん、プラスチックのウィッグとか使ってて、だからちょっと耐熱とかには弱いんですよ。なんですけど、僕ちょっと初なんですけど、ちょっと怖いっすね。人毛のウィッグを買いました。キャー誰かの気、わっ、あっ、うわっ、癖強、うわっ、なんだこれ。でもやっぱ人の毛だけあってめっちゃサラサラっすね。うわ、なるほど。で、うわー、確かに一本一本癖が違う。ちょっとすいません、テンション上がってますね。え、お風呂場にやってきました。ブリーチしてですね、ちょっとイソカラーを、ツートンカラーを作っていきたいと思います。しっかりな、いてる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 、あ、やばい、俺、な、このアリダスは俺、嫌やわ、汚したら、ミスった。ちょっと待って、平行はちゃんと。いや、よしよしよし。こんな感じ？できてきたよ。やっちゃいらんな、揺れるな、チャンスのメソン、ダンスの、うわ、これで、さあこれでサランラップに包み込みました。さあ果たして、ちゃんと染まってるのでしょうか。30分経ちましたので、ぬるま湯で洗い流します。うわ、どうなん、これあんま明るくなってない感じする。はい、1回目が染め終わりました。でも見てください、だいぶこれぐらい色が明るくなった感じしますね。もう1回染めたいかな、なんていうか、ちょっとまだ明るめのブラウンって感じするんで。さあ、あれ、昨日からですね、1日だったんですけど、こんな感じで染まりました。でもまだちょっとね、足りないということで、また買ってきたんで、
染め直し行きます。昨日より多分ね、手際は良くなってるし、ライブが明るくなって、あとムラをね、こうなくしたいなっていうのは本音なんですね。さあ、30分が経ちまして、よし、洗っていくよ。どうやら染まっててほしいな。もう買い足しはやだ。もう焼肉のお姉さんに、あいつ全然染まってへんやんっていうのはやだ。これで乾かした時どうかっすね。結構でもさ、明るくなってる感じすんねんけど、どうない？はい、こんな感じで衣装を仕上げてみたんですけど、いやもうちょっとな、金かかってもいいかなって思ってきて、俺は行くのか、もう一回行くのか、3回目行っていきたいと思います。結構でも大体ついたんやな、だいぶ髪の毛傷んだんですけど、まあこれのためということで、地毛やったら絶対できないですね。はい、行きましょう。何回目ブリーチ終わりました。結構染まってそうですねこれ。はい、というわけでですね、無事磯のウィッグも出来上がりました。そしてこれがセロイで、磯とセロイですね。ここから、撮影に移りたいと思います。まず、磯の服装はですね、まんま、トリプルストリートで告白した時の格好ですね、ほぼほぼ一緒のも用意できました。そしてセロイがこんな感じですね、中黒で上がスーツっぽい、こんな感じです。あとあと背景をですね、合成できるようにグリーンバックで撮影していきたいと思います。バックスロインだ。というわけで、バックスロイ、メイク、していきたいと思います。まず、下地を塗った。化粧水も使って下地塗って、肌の色が、ちょっと僕のは白いスムーンで、ちょっと、濃くしていきます。RMK、 三角の形になってます。眉尻に上がってるんだ。眉尻に上がってかくまってるんだ。で、目の下の、特に背負い左下、目の下にラインありますから、薄く目の下にラインを作ります。疲れてるっぽい感じ。目頭と目尻にアイラインを入れます。で、これもほんの少し、
結構全体的にもう少し暗いですから、全体的に暗く、一旦全体的に暗くして、で、鼻筋、デコのここで鼻筋しっかり、やっぱ元がかっこいいですから、鼻筋がここからキュッとなってるんですから、ここから入れたい、ここからキュッと入れたい、ここ入れて、で、鼻のくぼみが結構へこんでますから、でここはしっかり隠して、ここからキュート、ここからキュート上げる、で離す、ここはへこます、ここはへこます、さっきよりも暗いローライン使ってへこます、へこます、すると鼻筋がここから上がって、で顎削る、ここもっと削る、パクスロイ、完成だ。こんな感じで椅子を立たせてます。椅子の毛をですね、こう美容師さんにどうしたらいいですかって電話したところ、こう外巻きにして、こう内巻きにしていくっていうのを覚えたんで、ちょっとやっていきたいと思います。まずこうちょっと挟んで外巻きにして、で この辺で挟んだところから内巻きにして逃がすと。可愛くないですか、これね、ウェーブかかった感じでささささささってして、これをね全体的にやっていきたいと思います。よし、オッケー、ほぼほぼ磯出来上がりました。どうなんだ、ここからですね、磯メイクやっていきたいと思います。で、撮った映像に、エフェクトをかけていきます。切り抜いていきます。動画にあらかじめの背景を合成したら、トゥバーよーヨタガッツダンタミャンソ、왜그래トッポロデンネガ왜왜지그러해이년다리계적은데근수치때문에더만쳤소어그렇댐그럼비유이건지사랑해요さあ、いかがだったでしょうか、僕なりの一人二役イテオンクラスが終了しました。まあ、初回やったんでめちゃめちゃ時間はかかったんですけど、楽しめましたでしょうか。よかったらチャンネル登録&グッドボタン、どっちもグッドボタンよろしくお願いします。